はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、こちらの器にちょっと大ぶりなアレンジをね、刺していこうと思います。今日使う花材は、このボックスフェイス、ストレッチア、ドラゴンヤング、これがソングオブインディアっていうね、グラスの仲間ですね。で、これがアンスリウムですね。この花材でアレンジをしていきます。少ない花材で大きなアレンジメントを刺す方法みたいな、前からこのシリーズ何回かやってるんですけれども、その一環ですね。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきましょう。まず最初にこのボックスフェイスを刺していきます。このボックスフェイス、このまま刺すと大きすぎるので2つぐらいに分けて刺しましょう。この身の上で切れば2つに分けられますね。このまま刺すんじゃなくて、少しこの下を斜めにカットすると、このボックスフェイスとか大きい枝物は回らないです。こう斜めにこういうふうにカットして刺しましょう。次にこのドラゴンヤギを刺します。ドラゴンヤギはこのうねうねしたラインがね、魅力的な枝物です。ですからこれがね、このラインがうまくこう綺麗に入るようにね、入れ込みましょう。はい、このような感じですね。そしたらここからドラゴンが少しこうラインをまとめていくというか、これをラインを切っていっちゃうんじゃなくて、少しこう遊びをつけられますね、いろいろと。こういうふうに身の部分に引っ掛けたりとかすると、ラインを絡めて処理をしていきます。今ラインを絡めて処理していくと言いましたが、もちろんこうラインをさばいていって少ないラインで見せる方法もあります。ただ比較的力強さを出すにはラインをカットしていくと、どんどんこう力強さがなくなっていってしまうので、こう両方絡めていく方が力強さを出すことになりますね。その部分を作ります。そしたら次にこのドラセナをね、ソングウィンディを入れていきます。
こういった感じですね。そして次にこのストレッチャーを入れていきます。こういった感じですね。そして最後にこのアスリウムを入れていきましょう。はい、こちらで終了です。では正面から見ましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構ね、大きいです、こういう大きいアレンジは何でしょうね、まあ、全体の感覚ですね、がちょっと小さいアレンジと違ってくるので、そこのあたりを意識して作っていけば、まあ、失敗することはないと思います。では、こういう大きいアレンジもね、どんどん紹介していきたいと思いますので楽しみにしていてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!